ってしまいました。グレートサイヤマンが映画化するだなんて、しかも僕がグレートサイヤマンのスタントマンをやることに。困ったな。でもはびこる悪は絶対許せない。次回ドラゴンボールスーパーご飯の災難、グレートサイヤマンまさかの映画化、絶対見てくれよな。